はい、こんにちは、高田稔です。営業の基礎、今日もですね、今から5分ぐらいの番組で営業のポイント、要となるところをですね、皆様にお伝えしていきます。毎日少しずつですけれどもね、営業の基礎ということで、こういった情報をですね、こまめにですけれども配信していきましてですね、皆様の営業力にも少し営業力に少しでもお役に立てればと思います。この営業力っていう部分で、社外的な部分、会社の外のお客様の部分も営業力っていうの大事なんですけども、社内の営業力でも非常に役に立ちます。もしくは対人関係でも役に立つ場合がございます。そういった中でもいかにこういった部分の営業力っていうのを築くかっていうところに焦点を当てて、皆さん学んでいただければと思います。今日はですね、この営業の基礎の中でいかに共通点を見つけるかっていうことなんです。特にこちらのお話っていうのは、新規開拓営業をされている方は特に注意して見ていただきたいんですけども、やはり人間っていうのはですね、共通点を持っていると非常に親近感を感じるんですね、初対面にもかかわらず。商談の中でもやはり最初の、2、3分とか雑談することがありますよね。特に、今日は暑いですねとか、今ぐらいの気候が一番いいですねってよく雑談、世間話であるかと思うんですけど、それもお客さんもそうですね、今日は暑いですね、今ぐらいの気候がいいですねとか、共通点っていうのをお互いがやっぱり 見出すと、やはりその後の商談、本筋の時に話しやすいんですね。ですので、こういったところでのいかに共通点を見つけるかっていうところに焦点を絞るっていうのは非常に大事です。そういった中で、私がよく、お客様、初対面の方と会う中での共通点というのは、やはり出身地のお話、もしくは過去に住んだことのある地域のお話っていうのは結構役に立つんですね。なぜならば、人間って誰でも出身地ってあるんです。誰でも過去に住んでいた地域のことってあるんですよ。日本国内、海外に関わらずあるんですね。ですので、やはりそこの中で何かの拍子にうまく、ご出身はどちらですかとか、以前住まれたところはどちらですかっていうようなお話の展開にうまく持っていった中で、その地域の話をやはりお互いすることによってですね、非常に打ち解けるんですね。本筋、本題の、商談、本題に入る前にそのようなお話をお互いした上で入るとですね、非常に和やかな雰囲気で商談に入れるんです。それをせずに一気に本題に入ろうとすると、やはり距離感、机一つ隔てている中でもすごい距離感というのが感じてしまうんですね。ですので、そういった部分でもいかに共通点を見つけていくか、これが大きなポイントとなります。これがあるかないかだけで、やはり心理的にですね、やはりゆとりを持ってですね、商談ができるかできないかっていうところにも関わってきます。ですので、いかに共通点を見つけるか、ぜひともあなたなりの共通点っていうのを見つけ出していただければと思います。はい、今日はこういった中でですね、営業の基礎、いかに共通点を見つけるかっていうのをお話しさせていただきました。それでは失礼いたします。